伊藤博樹は、静岡県浜松市東区出身のプロサッカー選手。ドイツ分でスリーガ VFB シュトゥットガルト所属。ポジションは、ミッドフィールダーディフェンダー。ジュビロ岩田の下部組織出身で、U-15 からジュビロでプレーし、世代別代表にも呼ばれていた。2017年5月19日、トップチームに昇格したことが発表された。トップチームに昇格が決定した後は、 ユースの試合には出場せず、通信高校に編入するなどして、トップの練習に帯同することになった。2018年、AFCU-23 選手権に挑む U-21 日本代表メンバーに選出。1月17日、第3戦の U-23 北朝鮮、代表戦では2アシストの活躍を見せた。3月7日に行われた。 ルヴァンカップ第1節の清水エスパルス戦でプロデビューを果たし、8月19日、第23節の柏レイソル戦でリーグ戦デビューも果たした。2019年シーズンは名古屋グランパスへ期限付き移籍することが発表された。名古屋ではリーグ戦、カップ戦合わせ9試合に出場した。2020年シーズンより和田復帰。第2節の京都戦よりスタメンで出場し、 第11節の大宮戦でプロ初ゴールを挙げた。本職のボランチではなく、CB として、レギュラーの座をつかみリーグ戦37試合に出場し、そのうち36試合はフル出場したが、チームは1年での J1 昇格は叶なわなかった。2021年6月23日、VFB シュトゥットガルトへの期限付き遺跡が発表された。8月7日、 DFB ポカール1回戦のベルリナー FC ディナも1000で移籍後初出場を果たした。8月28日3節の SC フライブルク戦でリーグ戦初出場を果たした。ありがとうございます。